楽しかったー福袋をたくさん買えたね早く開封しようよ何入ってるか気になるしうんじゃあまずはこれからっとうーんなんかあんまいいもの入ってなかった買ってるときは楽しかったのにあれそれ習字セットへーそんなのまであるんだ なんかあれだね。書き初めしろって言われてるみたいだね。あ本当にあるの書き初め。そっか。じゃあ私ここで見てよ。うん。君が何書くか気になるし。ってことで、はい。サクッと書いちゃってよ。うんうん。まずは、恋ときたか。 で、次はあいなるほど恋愛ねあとは <laughs> 君面白いこと書くね恋愛成就って何彼女今隣にいるよ恋愛ならすでに成就してるよねなのになんでそんなこと書くのかな彼女の目の前で ねえねえ、なんで黙ってちゃ分からないよ。ちゃんと答えて。冗談。へえ<ー>。あのさ、世の中には言っていいことと悪いことがあるのは分かるよね。今回は悪いことだってのは分かるでしょ。だって彼女いるじゃん。うん。冗談でもダメ。私が嫉妬深いの知ってるでしょ あ、はあ、なんかがっかり。大好きな彼氏くんにそんなこと言われるなんてなあ、はあ。とりあえず、そのままそこに座ってて。ちょっとだけお仕置きするから。別に大したことしないよ。いいからじっとしてて。あと目つむって。うん、かけた。じゃあはい。 これで長男一周ねうんちゃんと顔に「恋愛成就」って書いてあげたよよかったねその顔で長男一周したらきっと神様も君の願いを聞き届けてくれるよほら早く私の言うこと聞けないのじゃあ私も一緒についてくそれならいいでしょダメ これ、ふざけたこと言った君への罰ゲームだからまだダダをこねるっていうならもっと違う罰ゲームする例えばそうだなお餅一気食いの刑とかはいはいじゃあ早くお散歩行こう時間がもったいないでしょとりあえず改めて今年もよろしく。 彼氏彼女として仲良くしていこうね。ふふ。